どうも、デンドです。今回ですね、なんかさ、イノセっていうやつが、なんか、女性になんかセクハラをして、なんか、それがなんか今話題になってますね。さっきツイッターでもなんか、結構話題になってました。まあ、それについて思ったのは、そいつ、変態ですね。やばいっすね、セクハラって。まあ、女性かわいそうだな。結構恐怖だったでしょ。女性多分。まあ、この議員やばいっすね。なんていう意味だって、この人。やばいっすね。多分この人多分、落ちると思いますね。誰も多分、立候補しないっすね。多分こういうやつって。まあそんな感じです。じゃあ、全部でした。